はい、トーマです。今回はですね、女優の橋本環奈が痴漢冤罪についてある発言に批判の声が集まっていることが話題になっていますね。スカットジャパンっていうテレビ番組があるんですけれど、まあ、その VTR を,を見て橋本さんがあるコメントをしていたんですね。まあ、その VTR では混み合っているバスの車内でありもしない痴漢被害を訴えていた女性が 男性弁護士によって虚偽の告訴や名誉基礎になると論破されるというドラマが流れてたんですね。まあこれには出演者全員がスカットと,と出していたんですね。まあそれでゲストで出演していた橋本さんが自身が高校生の時痴漢被害が多いという話を聞いていたと口にし、でもそれによって女子高生の痴漢の冤罪も 多かかったりすするじゃないですかだから本当にスカッとするなと思いましたとコメントしていたんですね。まあ、それでこのコメントに対し女性を中心とする視聴者から確かに冤罪もなくはないと思うけど圧倒的に痴漢被害の方が多いのでは同じ女性がこんなことを言うなんてがっかりした冤罪ふっかける女子高生がそんなにいるのどういう噂を聞いているんだろうといった批判が集まっていたんですね。 まあ、このことについて思ったのは、このコメントをした橋本環奈さんは悪くないですね。なんでかというと、痴漢被害も多いんですけど、痴漢の冤罪も多いということなんですね、これ。これどっちも多いんですね。本当の、本当の話なんですね。だから橋本環奈さんは本当のことを言ったんだと僕は思うんですね。 しかもこの VTR は、痴漢被害についてではな、っていうより、痴漢冤罪ですね。はい。痴漢冤罪を中心とした話題だったとね、話題だったので、まあそれを橋本環奈さんは、冤罪の、あ、じゃない、ごめんなさい。痴漢ひひ被害ですね。痴漢被害の話も、を聞いていて、それの痴漢冤罪も、 あるということでそれも言っているんだと僕は思うんですねまあ、しかもこれ台本だと思うんですねバラエティ番組に出演している芸能人はだいたい台本で言うのが多いと思うんですねだからこれ台本で喋ってるのかもしれないのでこの子のこのコメントをした橋本神奈さんは悪くないって言えますねはい